言うたら、ケイが、はい、初デートは緊張して、大体ワックスいつもの量の3倍つけてしまう山戸、カメラです。今日は何？今日は祭りということで、本日よりデートウィーク開催です。まあ、デートウィークっていうのはですね、僕たちが女性 YouTuber の方と、まあ、それぞれデートをさせていただくっていう企画なんですけれども、まあ、それを1週間にわたってやっていくよっていうこのイベントなんですけれども、まあ、本日はその1日目ということで、ということでトップバッターの方、挙手。あ、俺いて、クソもろいやん、すごいわ、やっぱクソもろいやん。じゃあ、アムギさんちょっと真ん中来ていただきます、ね、あ、やめということで、改めましてトップバッターは俺や、よっしゃ。はい、ということでね、気になるお相手さんなんですけども、さすが発表ですね。いいですか、うん、はい、なんとちょくちょくちょふくれなさんです。あー、出ました。俺はどういう経緯でふくれなさんですか。ちょっと久々の方とコラボしたいなと思いまして、誰かなと思ってちょっと過去ね遡ってみたところ、ちょっとふくれなさん1年間空いてたので、ちょっともう一回お願いできないかということでね、2回目のオファーさせていただきました。なるほど、よろしいじゃない。度胸がすごいよね、1年ぶりの人とデートをするっていうアムギリの。すごい、デート帝王ですよ。デート帝王、マジ帝王。まあっちゃんさ、やっぱ年上の人とデートしてきてる経歴が多いでしょ、うん、今回年下や。確かに、それすごい、新しいアチャンですよ。そうね、ということでね、デートさせていただく場所なんですけども、公園でピクニックをします。おー、最高。まあ緊張してます、初の試みなので、うん、今までねデートしてもらった方が年上とか同い年だったんでね、今回初めて年下ということで非常に緊張しております。ふくれなちゃんは緊張するわ、うん、しかも貫禄ある方なんで。俺より芸歴長いでしょ。まあ YouTube 歴長いね、うん、あとあっちゃんがこっちのチャンネルというか、自分たちがこうホストとしてさ、女性の方を招いてデートするの初めてじゃない。そうですね、リードしなきゃいけないからね、頑張ってね、引っ張っていきたいなと思ってます。わー、ボンボンボン、はい、どうも。トップバッターアムギだからね。いや、緊張。なんで、すいません、あっちゃんに鼻くそつけたぞ、今。厳密に言うと唇の皮つけました。こねちこねちして、こねちです。あ、まあまあまあ、なしね、今後は唇の皮人につけるのなしね。ごめんっす、にょん、ごめんっす。あっちゃんとゆうたにしかやらないのなしね。俺とかひわにもやるよ、唇の皮つけるの。わかりました。いや、できないよな、この二人には。いや、ちょっと怖いもん。できませんよね。怒られちゃうからね。じゃあどっちかにやってんじゃん。わかりました。今じゃあどっちかになって、せめてこっちだったら大丈夫っていう方に。やっぱ二人にはできねえな。ダメだよ、悪魔みたいに見えるわ。あっちゃんから、はい、さよ、あっちゃんも緊張しちゃっていいんですけど、はい、かましてきてくれ、あっちゃん。ありがとうございます、行ってきます。それでは俺のデートへゴー。春は秋物、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めで、シキ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 プヒューピューパー、アムギです、にゃー。おはようございます。時刻はね、朝の3時半になるんですけども、以前ね、デートのコーディネートを買いに行くというね動画を出したんですけども、そこでね、僕たち小室と1週間デートウィークというのをね組まさせてもらうということでね、発表したんですけども、僕のターンです、よろしくお願いします。にゃ、ありがたいことにね、僕たちメンバー5人いるのでね、一人ずつ、女性とデートをさせていただきたいと思います。ありがとうございます、神企画感謝でございます。マジで緊張してる、大丈夫大丈夫、俺やばいよ。おはようございます、おはようございます。僕はね、他のねチャンネルでねデートをね何回かやらさせてもらったんですよ。サオリンさん、エアちゃん、ジンタン、キリちゃん、4回やったね。今回がなんと5回目になります。なんとコムドットの動画でね、僕がデートをするのはどうやら初ということで、気合バッチシ、にゃ、気合はねすごいバッチシなんですけども、さすがにねやっぱ自分のチャンネルということもあってね、緊張とね責任感がありますよ。もしよかったらね、お母さん、そして友達、図書館の先生、バレーボール選手、僕のことを温かい目で見てくれたら嬉しいです。ということでね、僕今から向かっていきまーす。これできる、はい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 、ピーントゥイーン、パッピー、ちょっとマジで情緒不安ですよ。妻よ、
唾飛ばしすぎちゃってるんですけども、はい、ということでね、早速ね、お相手さんのところに向かっていきたいなと思います。いや、それではやっていきましょう。げんこつピッ。ということでね、目的場所にね、着きました。緊張、めっちゃ緊張してる。来ました。え、花子ちゃんじゃない、かわいい、かわいい、あ、かわいい。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。ポムです。かわいい。よいしょ、途中で歩かなくなっちゃって。あ、そうなんですか。はい、9ヶ月ぐらいです。まだ1歳迎えてないんだ。迎えてないです。おはよう。ということで合流しました。合流しました。あー、どうもどうもどうも。こんにちは、どうも、福屋です。やでー、お願いします。お願いします。向かっていきたいなと思います、早速。動画しようない。え、いただいていいですか。あ、どうぞ。スタバの店員さんが視聴者さんで、本物のデートだと勘違いされてたの。確かに、2つなんて買っていったら。え、大丈夫かなと。え、待って、熱い。暖房だ。ちょっと待って、あったい。でも会うの1年ぶりっすよね。え、ですよね、はい、1年以上経ってる気が、はい、あの初コラボから1回も会ってないですよね。ですよね。わお。わお。なんかこの人生ってどういう感じになってるんですか。昨日イチエちゃんになって、え、イチエちゃんとご飯して明日コラボみたいな。あ、やりようもみたいな。いや、なんか多分予想外の。ああ、そうですね、はい、ここでフクレナちゃんかっていう。確かになんかそういうのもあって、っていうのと、まあお久しぶりですっていう。ああ、そうですね。どうぞ。お久しぶりです。長い、早い。どっち全然違いんだよ。長いと早いって。緊張します。やっぱ緊張します。助手席に乗ってなんかこう行くことがないんですよ。ああ、運転してもらってこの助手席にいるみたいな、はい、2人っきりみたいなのがないんで。じゃあなんかそのデート企画ってあんまりないですかね。ないです。しかもお弁当をこう作るのは初めてで。うわー、ちょっとね、めちゃくちゃ楽しみ。え、まず期待しないでください、私のお弁当なんで。いや、めっちゃ期待してますよ。やめてください。美味しくなかったらどうしようって。しかも人に食べさせるってことがなかなかないんですよ、この。おー、はいはい、いや、ちょっとめっちゃわがままだったんで、これは。私もまだ味見してないんで。あー、そうなんですね。恐る恐る2人で食べました。普段自炊するんですか。あ、しないんで。しないんです。え、いつぶりの料理。え、なんかタコパとかはするんですけど、でもなんか友達と一緒にやってるんで、なんか自分の判断ではないというか。あ、そっかそっかそっか。なんか意外だなと思って。キッチンとかさ、動画で見た感じ綺麗だったから。え、綺麗とかやってないですよ。だってキッチンちょっと汚い人の方が多分やってると思います。あ、そうなんだ、はい、掃除してんのかなと思って。あ、掃除は結構しますね。一人暮らしになってからめちゃめちゃ掃除するようになりました。家に物とか少ない。あ、でも物は多いです。犬の物とか結構自分の服とかが多いんで、そう、なんか整理整頓こうガーッとしてきたりして。すごい。いや、なんかさ、久々すぎてさ、敬語が抜けないっていうか。確かに、うん、じゃあやめましょう、ここで。やめようか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 。なんかいい父親みたいな。じゃあやめますね。せーの。やめ。ちなみにさ、前回のコラボで俺なんて呼んでたっけ。ふくれなちゃん。一番呼ばれる呼び方ってやっぱれなちゃん。れなか、れなちが多いっす。うん、れなちが多いっす。あ、お、やばいやばい。あ、ぐい。ぐいぐい。うわぁ。ちょっと待ってね、敬語抜けるってなると確かに。そう、なかなか喋りづらくなっちゃって。やばいやばい。あ、じゃあ質問、質問コーナーにしよう。あ、いいね、そんなそういうのやりやすいね。うん。オーソドックスな質問ってないの。まあ、オーソドックスな質問っつったら、彼女いるとか。あ、最近どうとか。好きな色はとか。好きな色。じゃあその3つ言ってもいいですか。まず1つ目、最近どう。最近どうか。最近どう。最近めっちゃ調子いいです。お、動画の調子がいい。ああ、そういうこと、そういうこと。より楽しんでます。ああ、よかった。敬語全然抜けてない。敬語が全然抜けてない。最近どう。最近まあ楽しい感じ。なんか普通に遊んだりするの。どういうプライベート送ってんのかな。それこそ YouTuber の友達めっちゃ仲いい子が多いから、パパラピーズとかアリシャンさん。あ、はいはい。キックボクシング一緒に行ったりして。ああ、行ってたね。じゃあ男性 YouTuber で仲いいって言ったらバッて出てこない。出てこない。いや、俺もなんか男性 YouTuber とのイメージがあんまないから。ジュキアぐらい俺。ああ、ジュキア。でも、うん、ジュキアも動画だけなんで。あ、そうなんだ。逆に会いたい人とかいない。会いたい人いない、うん。いないか。いないって言ったらあれですけど、なんか中身を知ってからじゃないとこの人いいなって私なんないんですよ。顔だけでとか、それこそジャニーズとかガチ恋みたいにしたことなくて。わかんない、その気持ちが。じゃあ、あれ結構普通にモテる。ノットです。ノットです。ノット。ないんだ。
出会う人出会う人がやっぱ YouTuber とかそういう感じの人じゃないですか。誠実じゃなさそうだなってもう勝手に思っちゃって、誠実な人がいいんですよ。駆け引き飛ばされたらちょっとあーもう嫌だなーみたいな、一筋みたいな男みたいな人がいいなって、うん、っていうと結構いい人がいて、俺結構知ってるんだけど。誰一応あの困ったアムギこもだと思ってた。僕1位ですよ、自分で言うのもあれだけど。確かにまっすぐそう。3位だったらもしかしたらいいかも。いいかも。おやっぱもう慎重になってる恋に。めっちゃ慎重になるめちゃめちゃ慎重やし付き合ってない期間で多分もう1年半前ぐらいなんで、最後 M 君なんで。え、もうそんなに経ってる。その間にこう告白とかもあったんですよ。でも嫌みたいな、この人でいいのかみたいな、なって途中で冷めちゃうみたいなのが多くて、友達にこう相談するとレナの好きになる人がなんか大体クズみたいな好きになっちゃうからやめときみたいな説得されて、あやっぱやめとこうかなみたいな。確かに冷静に考えたらやばいなみたいな。それはもう結婚を考えたりしてるから。いや結婚とかではないけど本気で毎回付き合いたいと思うタイプだから毎回長いね。それも君との前も高校1年生とかやったけど1年とか2年ぐらい付き合って、付き合った人がフィリピン行っちゃうて、フィリピンと日本のハーフで知らんまりフィリピン帰って、フィリピンだで連絡取れみたいな。自然消滅、自然消滅して、あわわみたいな。じゃあ出会いはあるっちゃある。出会いはあるっちゃあるけど、でも好きになるのは怖いからもう友達ってやっちゃうみたいな。でも彼氏は作りたいって気持ちはある。欲しい、一緒にこう映画とか見たい。うわいいね。付き合うってなったら同棲したいの。同棲するってなったらもう婚約みたいな気持ちじゃないとちょっとしたらやばいかなと思って。そう何でもしてあげたくなっちゃって、洗濯とか掃除とか2倍になるやん一人暮らしより。でもなんかやっちゃうみたいな、それが多分お母さんになってよくないみたいな、付き合ってきた人たちがクズ男とかじゃなくて、フレアちゃんがいい子すぎて甘えちゃってるとかあったかな。ダメにさせちゃう人。そう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 確かに。でもそれは言われたことある。ある。そうダメを製造機です。そうなんか犬とか飼ってるとなんかみんなが可愛くなっちゃって、よしよしよしみたいな。それがダメなんやね。なっちゃうかもね。だって、どうせあのフレちゃんがやってくれるからいいやみたいに。まあわかんない。あの同棲したらね。もうそこまで考えてる。考えすぎてる俺。じゃあ全然一般の人でもいいの。でも一般の人だと分かってくれないかな。そうだね。女の子も男の子もそうやと思うけど、生活基準がもう不規則すぎて多分それで喧嘩になっちゃったりする場面が多分あるかなみたいな。だからこう結構寛大な人じゃないとそこはなんか理解してもらわれへんのかなみたいな。でまた幅がこう狭くなっていくってその中でもやっぱ不純な人が多いじゃない。うん、うわーそっか大変だね。そう厳しい。じゃあ合コンとかもしたことない。一回もない。なんか友達の友達だったら信用できるかなみたいな。なんか自分の中のあこれ確かだなみたいな、確信ついてるなみたいなことがあって、その人の友達を見たら大体その人が分かるみたいな。遊び人じゃないですよって言っときながらも周りが遊び人だったらその人も大体一緒ですよね。まあそうだね。ルイは友を呼ぶ現象。あーそうそっち系。じゃあアムギリ君は最後彼女いついたの。俺中2。高校と大学と YouTube 始めてとかいない。うん、リアル。本当に俺の元カノに聞いたら多分。あでも分かんないか、元カノと分かんないから。そうか。高校ね恋愛ねできなかった人なんで。なんでできなかったとか聞いても大丈夫。お芋さんだった。めちゃくちゃお芋さん。かわいくお芋さんだったって言われたもん。消極的だったその当時。ああなるほど。今はそんな消極的ではなくなった。そろそろ変えなきゃいけないなと思って。お芋さん脱却できた。まあ今もお芋さんなんだけど根がいいんだから。そんな感じ知らんけど。今もプチイン入ってるから。本当にアイナみたいな人。どっちとも仲良くできる。はいはいはい。昔からなんかグループというよりかはみんなとこう仲いいみたいな。じゃあ友達多い。今会う友達は地元では一人しかおらへんけど、当時は結構友達多かったかも。すぐ YouTube 始めちゃったから。しかもこっち出てきちゃってあんまり会わんくなっちゃったけど。大阪に戻りたいとかある？
ないないんだ。うん、今のその YouTube の友達とかが楽しすぎて、親ともいい距離感を保ちつつ今の方が楽しいかなみたいな、なんか自立できるかなって、そっちの方が。洗濯物とかもさ、畳まれてて当たり前やったからさ。そうだね、今もそれが違うって思ったら、あーほんまに親大事にしないとなみたいな。俺すぐ洗濯物溜まるんだよね。洗って溜まるとかじゃなくて、洗わんのが溜まるってこと。そうそうそう。あーで、洗うタイプなんで。そうだよね、まあ、だから絶対ない、絶対ないか分かんないけど、これって分かったとするじゃん。そしたら俺が甘えちゃうってこと、ね、あーでも可愛いってやっちゃうんだよな。ダメだ。ダメだよ、きつく行こう。きつくなれんから、まあ怒るのができひん。もう付き合った時にさ、喧嘩とかは起きない、うん、喧嘩というか話し合いみたいな、一旦落ち着こうみたいな、うん、ゆっくり話し合おうみたいな。怒るのもなんか才能だなってもう最近思ってて。温厚なんだ。じゃあこう見てめちゃめちゃ温厚。え、じゃあもう感情的になったのがない？最近はほんまにないかも。一人暮らししてからもう一回もないかも。 YouTuber 優しい人多いからね、うん、怒ってる人見たことないな。急に怒られたりしたら、なんか何に怒られてるかもう忘れちゃうというか、うん、それが怖くて人気やから。え、本当に人気や？半分入ってる。ハーフだ、陽キャハーフだ。あの、俺は結構自分で言うのもあれだけど、陽キャに混じってる陰キャだと思ってて、あ、私がこう YouTube にも言ってるこのタイプがあるんですよ。あの、好きな異性のタイプ、陽キャの中の陰キャって言って、あれ言ってるんですよ。本当に今なんか予習してきたのかなって思った。マジで。うわ、入っちゃった。うわ、忙しくなるわ。うわ、何が、これ忙しくなるわ。うわ、忙しくなっちゃうか。大変やな。さてと。うわぁ、これ終わったら LINE しよう。あー終わったらない、うん、今ちょっとアプローチとかじゃなくて。はい、じゃあということでね、はい、目的場所に着いたんでね、今からちょっと行っていきたいなと思います。はい、はい、うん、ぼぶちゃん、ぼぶちゃん暑いね。あ、今のほうが、これあ、いいですか、もらってもいいですか、うん、ありがとうございます。おさい、待て、おかわり、イエイ、おまわり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 、おい、よし。やってみます。え、できる？多分、多分。おさり、お手、右、右です。あ、できた。あ、かわいい。おかわり、おかわり、おたり、マジか。マジか。かわいい、かわいすぎる。おちゃん、はい、はい、はい、お最初、はい、はい、はい、おちゃん、おで、おで、おかわり、イエイ、イエイ、あ、これイエイ、イエイやってみてくださいよ。おで、おかわり、イエイ。え、待って、死んでるこれ。死ぬ。犬かかってくる。はい、ということで着きました。はい、双子玉川公園。公園お互い初めて、ね、初めてです。え、早速いいんですか、もう。はい、お弁当を作ってきました。あー、マジありがとうございます。え、これが楽しみすぎて、ガチ期待しないでください。え、待って、ゴミ。まあ、これはあの、フルーツ。おお。で、これが、え、待って待って、お箸、お箸忘れた、お箸忘れた。待って待って、お箸忘れた、待って、どうしよう。え、一旦冷静なんです。はい、お箸忘れた。いや、待って待って待って、一応俺がいる。え、俺ってこういう時のヒーローで、え、出す、え、出す、お箸あった。え、あったわ。待って待って、こんな奇跡ある。仕込んでんじゃないかって。びっくりしたよ、ヒーローや、これは。よかった、やった。あぶねえ。こっちはむぎりくんのやつ。あ、マジで、はい、うお。こっちは私のやつです。昨日ロフトで買ってきました。ないので。ロフト、ロフト、渋谷ロフト。俺も昨日吉祥寺ロフト行ったんだ。まさか、もうちょっと匂わせる。マジで、ちょっと待って、先に自分のやつ見ていいですか。あ、違うの、覚えてないかも。今日の朝作ってた。朝作りました。わぁ、ありがとう。開けますか。開けますか。失礼します。いただきます。失礼します。やべ、めっちゃ楽しみ。どうぞ。せーの。うわー、すっげー。まあ、うわ、待って、予想以上。え、すごくない？めっちゃすごい、マジすごい。反応おもろ。え、すごいよ。え、これ冷凍食品使ってないのがポイントです。本当に？え、これ
自分で作った。自分で作った。マジかよ。冷凍食品は卒業しないといい女になれないなと思って。だって普段自炊してないんでしょ。してない。だから結構頑張りました。めっちゃすごい。気づきました。あ、ハートになってます。あ、そうです。うわー、ちょっとさすがにちょっとデートということで、うん、ハートにさせていただきました。え、これなんか自撮りとか。あ、もちろん。ガチで青空ピクニックじわる。はい、チーズ。ウケる。ちょっといい。はい。いただきますの前に。ダメよ。うん、ダメよ。ダメよ。ダメよ。これ俺のだよ。ダメよ。ちょっといい。はい。一応。はい。え？ちょっと。待って待って。え？大量？大量ご飯。え？バリ作るやん。待って大食いチャンネル。しかも昨日ロフト行ったんでこれ買うか迷ってた。冷凍箱。マジか。俺も昨日言った。ペナちゃんが作ってくれて事前には聞いてたから、はい、お米なし、おかずなしだけど本当に本当に料理できないから、はい、え、でも楽しみ、うん、大変さは分かってるから行きます。3、2、1。あらまだでした。行きます、うん、おー、え、唐揚げ、え、作った唐揚げ、え、すごい頑張って揚げたんだ。美味しそう。時刻は4時半です。僕弁当を作ります。今ね、仕込みが終わったので頑張っていきますよ。ちなみに作ったことないので初めてです。下手だったらごめんなさい。すげー、うわー、すごい、うわー、すごい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 、これ作れ作れ、ブイーン。これが話しすぎて弁当作りがめちゃくちゃ痛いです。超熱かった。ちょっとこけちゃったけどなんとかできました。唐揚げと卵焼きが死にました。え、かわいい。じゃあちょっとここで大食いチャンネルしますか。かわそうか。いきます。うお、あ、ぐちゃぐちゃなってる。最悪。ぐちゃぐちゃ。え、かわいい。そのまま入れたんだけど。弁当なんてもう作ったことないからさ。でも私も企画以外で作ったもんやつ。あ、人生で3回目ぐらい。あら、じゃあ完成度高すぎる。え、じゃあ人の手料理をさ。え、私も初めてつけてない人のやつを食べます。いただきます。いただきます。いただきます。唐揚げ食べてみたい。いただきます。あ、マジで。え、俺も食べていいですか。どうぞ。え、どんぐらいかかった。1時間ちょいぐらい。いただきます。どうぞ。あ、ふわん。え、おぉ、うますぎる。やった、うますぎるよ。え、やった。あ、ふわんやな。いただきます。おいしい。え、うわん。めっちゃおいしいよ。うわー、すげー。え、これ自分でやった。自分でやりました。もうボムちゃん、すごすぎるよ。いや、嬉しい。普段褒められることないんで。え、普段何食べるんですか。コンビニが多い。うわー、唐揚げマジで美味しい。マジで、うん、唐揚げね、めっちゃ頑張った。揚げも大変やもんね。揚げも大変だったね。え、油の処理とか結構わかんない。俺油の処理の仕方がわかんなくて流した。こんな平和な動画初めて撮った。いいですか。おいおい、そんな可愛いポーズして。うわおい。めっちゃ平和。笑けてくる。なんかね、なんかウケるよね。何してんのみたいな。あー、子供いっぱい来た。子供いっぱい来て。弁当ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。幸せだったな。ほほんとしすぎてたけど。いや、でも普段できないことを今やれて。非日常空間、ね、こんな喉からさ、ところにブルーシート敷いて。いつも落ち葉あげてる。いや、嬉しい。え、飲んだ。いつも噛まずに、食ってやって。なんでもあれ飲みすんなよ。俺でも噛むから。え、美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ザ・ピクニックあったな。平和。でね、ちょっとね、この後なんだけど、ポムちゃんに洋服買ってあげたいな。めっちゃいい、めっちゃいい。せっかくなの。ありがとうございます。3人でデートしてもなきも。確かに。ポムちゃんもね、なんかね、したいよね。犬のね、服屋さんがあるので、ちょっと行きましょう。やった、ありがとうございます。行きましょう。はい、ということでね、あのお店の前に着いたんですけども、撮影許可はね、いただいたんですけど、ワンちゃんはね、入れないということで、はい、マネージャーのボンがいるんでね、お預けします。はい、ち
ょっと一瞬見てもらいたいと思います。じゃあちょっと早速行こう。行きましょう。ちょっとね、初めてすぎてね、分からんのよ。めっちゃ久しぶりです。なんかネットとかで買っちゃうんで、うん、店舗で買うの久しぶりです。どういうのがあるの？なんか普通の服。あ、普通に。すごい、おもちゃの種類めっちゃありますね。すごい。わお。わお。可愛い。これから多分夏場なんで、涼しめの感じで女の子っぽいやつ買いたいですね。薄い感じかな。薄い感じ。え、なんか何色なのイメージ？ポムちゃんのイメージから。え、でも何でも可愛いと思うんですけど、黄色とかピンクが可愛いなと思ってます。はいはいはい。でもこれとか可愛いですけど。フリフリ。わあ、可愛い。ピンク結構多いね。やっぱピンク可愛いからじゃないですか。ピンクと水色とかって。これもこれは何？あ、冷えピタや。でもこれ冷やしてお散歩とかで一緒に使うやつかな。なるほど。え、これはパンツってこと？あ、これか。どこに使うんですか？これはパンツに見えます？これ言ってくるかも。あ、可愛い。なんかフードついてる。え、なんかシンプルめの方がいい。え、でも全然シンプルじゃなくてもクマとか可愛いけど。可愛いね。可愛い。なんか赤ちゃんみたいな。いやでもプーちゃん似合うな。絶対似合いますね。もうちょっとフードでかい気がする。すごいね。このフードついてるやつ可愛い。なんかおお可愛い。見たい。絶対可愛い。これポーフでパンツですかって。めっちゃ上手。絶対パンツじゃないです。猫ちゃんのメガネ。猫のメガネや。すごっ。猫ちゃんにも買ってる。猫にせっかくだから。やってみようか。じゃあブルにも。絶対可愛い。似合いそうなデザインどれかな。いやデザインはやっぱ俺クマちゃんが好きだけど、白だからなと思って。もうこれも可愛いよね。でかさ的にこれこのぐらいが多分入るけど。あ、これめっちゃ好きなんだよな。これ可愛い。え、でもいいかも。素材的に、うん、こんくらい。こんくらいやったら入るかな。すごい可愛い。入りそう。でもこれいいかも。え、可愛い。これいいかも。入りします。え、マジで？これ絶対可愛いと思います。いいの？あ、やった。これにしましょう。あとこれ。じゃあ決まりで。やった。イエーイ。カオンズイン。ありがとうございました。やったー。あー、やった。ポムの服。ポムだけ家帰ったらこの新しいってる。でも僕のマーチャ入る服がない。もっとでかいから。ただいま、ただいま。え、これ着させてみます。え、ちょっとせっかくだから見たいですよね。じゃあ、やいま。ただいま、ポムちゃん。ポムちゃん、うまい。買ってきました。ポムちゃん、ハトンとこ行った。私たち猫もおいしい。あんた、ふぅ、悩みなさいよ。起きないとやっぱ大変なの。起きない大変ですね。じゃあ、せーの。よいしょ。可愛いね。まあ絶対可愛い。うわ、絶対気に入る。うわぁ。可愛い。よいしょ、よいしょ。はい、切れました。どう？服変わったよ。ありがとうございます。めちゃ大きいのできました。ちょっとこれで散歩したいな。え、しましょう。うん、お散歩行きましょうか。行きましょう。うん。うわぁ、うわぁ、飛びすぎた。ちょっとおもろい。おーちゃん、おお、すごい。おお、ちゃん、俺が投げたやつも取ってくれる。おお。
ほんまほんじゃんもうちょっと癒されるわ、ひたすら触れ合うことがやっぱさ、あんまりないから。あー確かに。普段の散歩こんな感じ。普段の散歩もなんかこう止まって歩いてゆっくり。でも他の日記はもうバーって行く。逆に本がこんな前見えてないっちゃ。何してるんだい。かわいい。後ろ、あ、そんな感じ。オッケーオッケー。おー、すごい、これやってる。うわー、すごい。もう大将のような。お前の通りじゃん。お座り。ポム。お座り。お座りは。ちょちょちょ。ポンポンポン。見て見て見て。見て見て。違う違う。ポンポン。あ、まだ見つけてない。お座り。ポンポンお座り。もうどうでもよくなっちゃったんじゃん。お座りお座り。ああ。休日とか何しているんですか。うわすごい。お見舞いやってた。今日ちょっと重いね。すごいの。休日は友達と遊ぶようにしてる。地元の友達が多いんだけど。あ、ユーチューバーはあんまり。ユーチューバーは最近になって自分から行くようになった。スカイピースが多いんだけど、俺の。ああ、行くというよりか遊ぶみたいな。スカイハウスに行ったり、一緒にご飯食べに行ったりとか。だからこの間テオくんと初めてご飯に行った。撮影も編集も考えないでさ、初めてプライベートに行ったから。か、うん、幸せ。いいよな。え、スマブラはやったりする？スマブラ大好きよ。おいしょ。やる。何使う？ダックハントと。うわ。ホムラヒカリと。おキンクルと。うわ、めっちゃ。ソラ。あこの4種類しか逆にあんま使われへん、はい、うわ一回やりたいな。めっちゃ強そう。結構女の子の中やったら強いと思う、うん、マジで。トアとジンジンとかと一緒にやったりする、うん、ああ。スマブラ以外やったらやる。やってたのはマリオパーティーとか。俺任天堂の人だから。いやもう任天堂しかできへん逆に。そうそうそう、分からん。プレステがちょっと難しくて、うん、荒野行動とかできなくて難しいじゃない。そう。服買うとかなったら撮影とかが多い。撮影のための買い出しが多い。買い物どこ行く？買い物原宿から。一回も会ったことないよ。変装してる？してない。もうこのでもね、全然バレへんくて。今とか若干赤いけど、うん、髪の毛ちょっと暗い感じの時とかマジでバレへん。もうマスクとかしたらもう、うん、だからよくおる感じじゃない。俺もね結構多い。細めの人が多いから結構 DM 来るのよ。いましたね。そう、どこいましたね。大体間違ってる。そうそうそう、大体違うよって言いたいんだよ。ネットフリックスとかよく見る？まあね、最近なって見るようになったね。なんか最近というかさ、去年ぐらいからさ韓国ドラマとか流行ったよ、うん、映画はまあちょくちょくかな、うん、映画館は行く？映画館は、あー行ったわ。今年一回行ったんだよ、龍馬とね、プライベートで行ったの、うん、映画館行ったらめっちゃ寝ちゃうよね。だから暗くして飲み物とかご飯とか食べたらお腹いっぱいになって眠くなって、うん、目どっか行く。で一緒に来てる人に申し訳なくなるから、うん、めっちゃ目バキバキ起きてる時じゃないと無理。だから家でこう明るくしないと見られへん。え、そういう時って一人で見る？一人で見る。映画見ようとか言うの気持ち悪いかなって思っちゃなくて。まあでも友達とかやったらいいけど、メンズはさすがに無理やわ。あーゲームしようの方がまだ誘いやすい。本気で好きな人じゃないとちょっと気まずいかも、男がね、その誘い受けたら勘違いやろ？するするやろ。え、逆にさ、ゲームの誘いとか来たら行く？いや、オンラインでいいんちゃう？なんかさ、通信、まあ、フレンドだったらできるやんか。それか大人数じゃないと嫌な。あーしかも軽い女に見られるやん。そっか。なんかちょっと気をつけないと。あ、学ぶんだ、うん、でもあっちゃんは学んでも意味ないから。これ女の子の立場のあれやから。あーそっか、この予定この日って言ったら逆に無理そうじゃない？無理だね。当日にならないと分かんない ね。でもそれもさ理解してもらわへんこと多いやろね。YouTuber とか裏方の人とか芸能系じゃないと無理やろ。わー、だから同業者同士が付き合ったりするんだ、うんうん。休みとかもさ、合わせやすいしさ、逆に出会いないから、ね、最近なんか高い買い物とかした？あー、なんやろ。グッチのさっき車で置いてきたこのバッグ。あれ、うん、ブランドとかあんまり自分で買わんから初めて買った。普段全然買わんのね。なんか友達の誕生日プレゼントで行って、可愛いなと思って、今買わないと後悔するかもと思って買った、うん、高い買い物とかする？それこそだから企画通してが多いかな。え、
画なしだとやっぱ買わない。あんま買わないね。最近買ったのが6万円する脱毛器。脱毛器を買った？脱毛器買った本当は、うん、そのお店に行ってやりたいんだけど、スケジュール上むずいなってなって自分でできるやつ買ってみようって。うん、痛い。痛い、めっちゃ痛い。聞いてる？言えとこが。ステマ PR あれこれ案件から、こっから案件の話になってくる。ここにプロモーション含む書いてあるでも日中動くっていいな、元気になる気がする。健康だよこれ毎日続いたら。この時間ワンちゃん寝てるもん。寝てる、うん、普段のさ一日ってどんな感じなの？起きてご飯食べてみたいな。で撮影してして、またご飯食べて友達とかと会ったりして、うん、スマブラとかしてたらもう2時とか3時になってる知らん間に。コスメとかやってる時はその期間はめっちゃ忙しかったりする。別にない時はそんな感じかな。シピシピ、そうシピ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 、眠くなってくるこれマジで。眠い。うわちょっと寝てーよこれ。うわ上向いたらブスになるよね全然いいやん、ブス顔さらしでももうさらしてるからいいよね。もう恥じらいみたいなのがなくなっちゃって、余計そういうのが良くないんだろうなと思ってめっちゃゆる動画だ。これはサムチャーみたいな、ね、夕方になったんですけど、はい、焼肉に行きました。やったー。ポムも一緒なんだけど、はい、ワンちゃんも入れる焼肉屋ということでね、はい、一緒に食べるの初めて。初めて。ワンちゃんメニューもねめっちゃあるみたいなんで、ね、うん、贅沢なんだけどね頼んでいきたいなと思います、ね、はい、まあ、もう矢野さんが決めてください。お疲れ様です。オレンジジュース頼んでる人久しぶりに見ました。絶対的ですね外食いつぶり結構する？結構するかも。それこそ昨日一恵ちゃんと焼肉行って。あ、いいの？でも焼肉好きすぎてもう何回でも行ける。あ、マジで？お寿司とかなら毎日行ける。でも一人では無理やから誰かと一緒にやったら。あ、そういう時は誘うの？自分誘う時もあれば誘われる時もあればみたいな。最近誘うことが多いかも。そうなの。お待たせしました。お客さんでございます。はい。すごい。すごい。ワンちゃんいろんなメニューが。大好物そうなのってどれかな。やっぱこれがな。やっぱ大きくて。うん。今までで一番きつかった撮影とかってなんですか。それはあのタイミングとかも込みで、スケジュール上とか、200万人記念の。質問コーナー。結果的には今一番再生されてるの、めっちゃいい結果出てるんだけど、撮影時間が7時間ちょいかやっぱ始めた時間も夜からだから、うん、深夜から朝にかけて朝終わって、うん、ああやったねってなった後に、うん、それを撮った後すぐ編集する。うわきつい。きつかったよ。よくやれたなっていう。やっぱこういうさデート企画やっぱ構えた。構えた。なんかどうしたらいいやろみたいな。服とかどんなん着ていったらいいやろみたいな。デート自体がないからこういう企画じゃないと来ないから。最初話出た時、うわ深谷さん新鮮すぎるなって。確かに。どういう感じのデートしてくれるんだろうと思って逆にミッチでめちゃくちゃワクワクしてる。どういう撮影がやっぱ楽しい？人と撮るのが楽しいなって思う。ソロでやってるとあコラボね。なんかやっぱ話す系。俺話すのがさ超絶苦手だから。苦手、そんな感じしようけど、どういう話が盛り上がるんだろうとか、どういう話すればいいんだろうとか知らないでいいから大変、今になってなんか考えすぎちゃうみたいな。めっちゃ考えちゃう。あれどう思ってんだろうってね。嫌われてもいいやみたいな、甘かったら甘かったやみたいなスタンスで来たら結構楽になった。そっちの方が好かれるなって思った。はいはい、気合いだね。食べるさすがに。これ食べるがちょっともう。おしまい。かわいい。家が自慢するね。ああ。めっちゃやってくれや。これ急に三日目指導。急に三日目指導。わしらもね届きたんで。行きますか。行きます。あ、女祭り結構出てない。あ、出た。あれとかもうめっちゃ楽しかった。楽しかった。仲いい YouTuber さんいるし、うん、女性しかいないから。あんま気使わなくなった。前は結構人見知り若干あったから。うん。じゃあ今日も特にあんまり緊張しなかった。でも緊張した。緊張するよね。緊張した。ちょっと1年やくとね、うん、なんか緊張する。うん
コラボの時もそんなに喋ってなかったから、あんまり知らんというか、そのまま終わったもんね。とってそのまま。そう、でも俺嬉しかったのが、俺の誕生日の時に DM で、ああ、そう、あの名前言ってくれたんだって。おめでとうと。結構そういう誕生日は DM しちゃう。めっちゃ嬉しかった。いただきます。あれ、逆みたいな。めっちゃやってくれるから。ただ好感度アップっすよ。あ、カメラ回ってるから。カメラあれ、いや、普段だとあんまり普段やれ。うわ、怖っ。亭主関白あ、見える。想像だけで。おいしい。おいしい。いや、でも今日の企画ですね、だいぶ仲良くなれてきて。確かに、確かに。もうめっちゃ時間経ってね。何時間ぐらい8時間ぐらいね。めっちゃおるやん。普通さ、2時間ぐらいやん。2日分ぐらい置いて車でこう、うたた寝までしてますからね。もうみんなで。それこそ、コムドットとコラボした女性 YouTuber の子が、みんなアムギリ君がいい人だったって言って言うんですよ。マジ？そう、だから、あ、絶対いい人なんだって思ってた。え、それは動画外で。うわっ。いや、いや、あの、裏で言ってくれるのって超嬉しいんだよ。動画だと伝わるから超嬉しいんだよ。裏ってさ、こういう人から聞かないと聞けないから。うん、そう、みんな聞き揃えて言ってるから。なめ、全くモテねえ。本当になんか悪い噂を聞いたことがない。うん、なんかそうだな、コムドットの話が出てるのが嬉しい。サオリンちゃん、かわいかったみたいな。なんかデート企画してたり、年上の女性からモテそう。俺も動画で年上の人の方がタイプでって言ってる。逆に、今日俺より年下の人とこういうデートして初めて。今まで同い年か上の方だったから、新鮮、めちゃくちゃ。でも年下感全然なかった。なんだ。いや、嬉しい、めっちゃ。単独はすごいなんか出てるって言われて。めちゃある。22歳じゃないってめっちゃ言われる。ああ、美味しい。肉肉って幸せ。一回この後のコラボして、そこから1年あったよ。どういうイメージだったの？どう思われてんだろう？結構、大和君とか、めちゃくちゃみたいな感じ。だけど、本当はめちゃめちゃ真面目なんやろなみたいな。コツ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 、毎日しんどい中、考えないと、こうプレッシャーみたいなのあるやん。それをこう、俺が頑張ってんねやろなって思ったら、頑張りなさいみたいな。努力家みたいなイメージあるんだよ。いや、嬉しい。でもさ、今気づいたんだけどさ、タメ口で話せるようになったんだよ。あ、確かに。この8時間で。さすがにね、この8時間では。いや、もう仲良くなる、これは。いや、嬉しいよ。これでさ、次さ、どっかのイベントとかでさ、見つけたんだよ。ってなったら、視聴者もいるってなる。はい、ということでね、今日はね、マジで平和なデートさせてもらったんですけど、嬉しい、楽しかった。何かね、まで、ありがとう。ありがとうございました。聞いてます、敬語。いや、はい、それ戻ってたよ。ありがとう。ありがとう。あ、よかったよ。最後、じゃあ、このノリを忘れずに言えたらね。言えたらね。どうでしたか？え、めっちゃなんか、しかも、まず運転してくれる人が初めてとか、助手席に乗ったのが初めてだったから、うん、前の人とかも運転できなかったから、しかもこう、唐揚げとか作ってきてくれたのも初めてだったから、なんか全部初めてみたいな感じで、ほんまに楽しかった。おお、え、これってなんやねん。だる。だる。だる。そらだる。ポモも喜んだわ。いやー、マジで。最高だったよ、ポモ。ポモタイミング。動画でしかできへんからさ、こういうレジャーシーンって仕事助かった。ありがとうございました、ね。ありがとうございました。今日は僕と福原ちゃんのデートは以上です。じゃあ、ということで、この動画良かったら高評価とコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、また次の動画で。バイバーイ。